マイクとアンプの間にラジカセをかませてすごいなそれで、ラジカセのマイク端子にマイクをつないで、でラジカセのイヤホンプラグからアンプに持っていって、でラジカセを思いっきりボリュームフルテンに上げてラジカセから音が出ないから、それをギターアンプで出すっていうことをやってて兄とその音楽の面でも共有するものもあって、まあ、兄からの影響もやっぱあったりしますね。本当今のように YouTube があるような時代ではなかったから、自分で情報を取りに行ってっていうことの中で、やっぱすごく音楽を広ませてくれたのはラジオであったりとか、あとレンタルレコード時代ですね。レンタルレコードに通ってたっていう、ラジオから流れる曲でキスとかジャーニーとかがあって、ナイトレンジャー、ナイトレンジャーとか、あとイエスとかね、あったので、それを小学校6年の時に聞いて、なんだこれは、なんだこれはって思って、かっけーって思って、こんな風に弾けたらなと思って、まあフォークギターでジャー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 って弾いてた。イエスでもその辺なのね、やっぱ80年代のかっこいいなと思ってたら、私盲学校にいたので小中高みんな一緒だったんですね。それで高校のバンドの先輩が、私がラジオで聞いてたキスとかジャーニー、ナイトレンジャーの曲を弾いてたんですね。それは盲学校の先輩？盲学校の先輩です。じゃあやっぱり同じように、それみんな目が見えなくて、で、まあ、弱視も いましたけど、これがね面白いことに盲学校って、私と同じだからみんな目が見えないから、まあ、弱視の生徒もいたりしても、みんな目が見えないから、私と同じようにギターもベースも上から弾く人が多かったんですね。あ、やっぱ置いて、なるほどね。先入観なかったら、きっとそういうことなんだろうなと当時誰も不思議に思わなかったんですね。ごくごく当たり前にみんなそういうふうにしてた、そういうものだろうとみんな思ってきたと思うんですね。なるほどね。ただ物を持つという感覚からすると、きっとそうなるっていう、まあ、典型的なパターンですね。置いて弾く、バンドだと、まあ、立って弾かなきゃいけないからっていうことで、まあ、ストラップをみんな買って立って弾いたりするっていう練習をするわけですけど、みんなやっぱ、まあ、半分以上の人が上からギター弾いてましたね。で、まあ、そういう先輩のバンドたちがやってるのからして、バンドっていいなと思った時から、やっぱりエレキがあった方がいいなって思ったのは、やっぱりその目の前で生の音が聞けたっていうのは大きかったですね。先輩のね、で当時私のギターをやはりぐーんと高めてくれたのは、ギタリストの鳴茂しげるさんの存在なんですね。鳴茂しげるさんはそのラジオ番組、鳴茂しげるさんのパープルエクスプレスという番組が文化放送であって、当時、まあ、中学生だから深夜放送を聞くのが好きで、いろいろダイヤルぐるぐる回してたら、ギターのチューニングする音が聞こえてきたんですね。ポーンとかっていう音が聞こえて、なんだこれとかって言って、でそのうちすごい早弾きのギターが出てきて、バンヘイレンの曲を解説してる番組があって、なんじゃこの番組はと思って、で毎週その番組を聞くようになったんですね。誰かとか知らずに聞いてたんですけど、でそれが鳴茂しげるさんという方ってことを知って、タピングの奏法とかハーモニックスの方法とかと、そういうような、情報をいっぱい得ることができて、ラジオだから条件は見えても見なくても同じなんですよね。ラジオで伝えるっていう難しさを一生懸命鳴茂さんの饒舌な話術で説明して、ピッキングをする時っていうのは手首に力を入れちゃダメだ、手首を力抜いて、ハンカチがない時、手を洗った時にハンカチがなくて手をわーってブランブランにするって時は手首の力が抜けているので、それとピッキングは同じだっていうことをラジオで言ってたんですね。そうすると無知のようになって6本1本のような音で弾くことができるから、まずは手首、日本人は手首の使い方がダメだから、そこから練習する必要があるってことをラジオでずっと言ってたんですね。でそれで私のピッキングの基礎が少しずつできた部分があって、だからギター雑誌とかそういうのとかで勉強できるわけじゃないから、そこが私の教則ラジオだったっていうのがスタート地点で、そこで覚えたものがすんごい多いですね。一番最初にエレキギターを買った、そのギターの形ってのは どうなんですか。ストラトでしたね。何のメーカーか忘れちゃったんですけど、ストラトだったのは覚えてますね。そういうのってこだわりってあるの？そうですね、やはりレスポールとかは好きですね。